皆さんこんばんは。こんばんは。本日はリーグオブレジェンド2015、IWC の模様ですね、お送りいたします。実況を務めますアイズです。本日は解説にレボルさんお越しいただいてます。よろしくお願いします。はい、レボルさんよろしくお願いいたします。いやー、簡単にですね、今大会のまず概要からご説明したいと思います。 IWC とはインターナショナルワイルドカード、まあ、すなわちトルコで行われる LOL の世界大会と、なっております。日本はですね、第2グループのトルコで行われる、大会に参加しておりまして、東南アジア、トルコ、オセアニア、そして日本の第2グループで、戦いを行っております。またですね、こちらを、勝利しますとですね、 WCS の、切符を手に入れることができるという内容になっておりますけれども、本日も、グループステージ Day 2ということで6試合ですかね、はい、全部で6試合、行われますけれども、皆さん昨日は興奮冷めやらぬ中眠れたでしょうか。レボルさん眠れましたか。眠れませんでしたなかなかこう寝つくのにも時間がかかって、その興奮が収まらず寝る時間も短くて、で起きたらずっと、次の試合この1戦目が楽しみで楽しみで寝つけなかったですね。いやー、僕も眠れませんでした眠れませんでしたか。はい、やっぱりね、そうなりますね。いろんな2年間のいろんなことが本当にこうバーってこうタイムシフトみたいな、あったなというのちょっと思い出しながら、ね、見てたら眠れませんでしたけどね。さあ、そしてですね、本日、対戦ですね、本日の対戦カードですけれども、今日6試合ということですが、第1試合下に、あ、テロップもう流れてないですけどね、先ほど、始まる前流れてましたかね。はい、第1試合が、日本 VS トルコでデトレーションオーカスミー VS、ダークパッセージですね、そして第2試合が東南アジア VS、オセアニアバンコクタイタンズ VS チーフス、第3試合がトルコ VS 東南アジア、ダークパッセージ VS、バンコクタイタンズですね、第4試合目が、オセアニア VS 日本ということで、チーフス VS、デトレーションフォーカスミー、そして第5試合がトルコ VS オセアニア、ダークパッセージ VS、チーフスですね、そして最後に東南アジア VS 日本ということで、バンコクタイタンズ VS デトネーションフォーカスミーとなっておりますが、さあレボルさん、1日目がひとまず終わりました。そしてこの Day2、ダークホースなんかとこう言われているデトネーションフォーカスミーですけれども、そうですね、やはりこの上位2チーム、デトネーションフォーカスミーとチーフスイースe スポーツクラブ、この2チームが、2日目の主導権を握るような展開を、になると思いますね。各、全てのチームがこの2チームに照準を合わせて、この大会に2日目を戦っていくということになると思います。となるとデトネーションフォーカスミーは1日目と打って変わって、1日目はなんていうか、前回の IWC もありましたから挑戦者のような心持ちだったと思うんですが、 2日目になって打って変わって追いかけられる立場になるといったところ、その緊張感がまた質が変わってくるというところをどう対応するかが、彼らにとって、重要なポイントになってくると思いますし、それはチーフスにも言えることだと思いますね。なるほど、同率1位、ですからね、ユタポン選手ですね、チーフス、間違えましたね、デトネーションフォーカスミーとチーフス、日本代表とオセアニア代表が、それぞれ2勝1敗で1位と、半分終わった段階で、まさかこうトルコが上位半分にいってないというのはちょっと意外でしたし、デトネーションフォーカスミが、ダークホースという形ですが世界に評価されているのもまた嬉しいものでありますよね。どれぐらい評価されてるんですか。結構その、レディットのスレッドとかを見ると、日本のチームのスレッド結構上位に上がっていて、最初にアクセスした時の一番最初にかなり、人気のあるページのところにもデトネーションフォーカスミの試合に載ってましたからね。はいはいはい、コメント数が200とか300とか超えて、すごいですね、すごいことになっていたのが印象に残ってましたね。いや、日本のリーグはレベルが高いんですよ。そうですね、レベルが高いんですよ、証明してくれました。そして、この2日目も証明し続けてくれるでしょうね。はい、さあ今大会はですね、パッチが 5.15、 パッチが 5.15 ですね、そして各試合、BO1 ですかね、はい、デイ1、デイ2合わせて BO2 になっているといったようなグループステージとなっております。今日2勝すればほぼほぼ
ほぼほぼというか確定、確定だと思います。そして1勝することで、タイブレークの発生がの可能性があるところまでいくと、つまりは確実に、敗退することはなくなるという形になると思いますね。一度も勝てないとなると非常に厳しい、まあ決勝に進めないということになると思います。ですからまずは1勝を挙げることが非常に重要になってくると思いますね。1勝が重要ということで、昨日の試合を見ても皆様分かるように、ブルーサイドが全て勝っているんですが、レボルさん、ブルーサイドが勝っていると、勝率 100% でしたね。そして、まあ、パッチが 5.15 で行われた大会というのはなかなか多くはないんですね。今回の IWC の試合と、そして LPL の、決勝戦だったか、もしくはその後の入れ替え戦だったかを忘れてしまいましたか、そしてあと LCK ですね、この3つの大会で、5.15 パッチで行われているんですが、ブルーサイドの勝率が確か 62% か 67% か、非常に高いんですね。ですよね。まあ、それはその数値には IWC の今大会の結果も入っていますが、このブルーサイドを取れることが非常に大きな要因になっているのかなという感じがしますね。さあ、どうやらバン&ピック始まっているので見ていきましょう。さあ、貴重なブルーサイド、今日、本日初戦ですけれども、ブルーサイドはデトネーションフォーカスミーはラストですからね、ここの試合一つ、取りたいところです。さあ、バン&ピック、アーニー、ツイステッドフェイト、アジエル、ライズ、カリスタ、やはりですね、ここ最後の一枠をダークパッセージどう選択するのかというのも一つ気になりますね。昨日の試合ではグラガスを使わせた王子選手が素晴らしいプレーを見せました。グラガスをバーンする可能性もありますし、デテンションフォーカスミのセロ選手のダイアナといったところも非常に強力なチャンピオン、動き見せてましたからね。ダークパッセージとしてはちょっとバーンが難しくなっているかなという感じがしますが、シェン今大会 100% バーンなんですよね。そしてファーストピック重要、コグマウ、なんというか、シェンは分かるんですけど、日本のチームがこうターゲットバンされているというのもすごいですよね。すごいと思います。ライズはユタポン選手へのターゲットバン、そしてカリストはロケニア選手へのターゲットバンという、それに対してダークパーセリーがどういった状況のところを見せてくれるのか非常に楽しみですね。さらに、この試合、デテネーションフォーカスミがブルーサイドを取っていることから、確実に勝を取りたいというのもありますが、リベンジ戦でもあるんですよね、昨日の、はい、唯一負けたダークパッセージの試合、ここで勝つと、全チームに勝ったということで、それは一つ大きな決勝戦に向けての自信にもなると思いますし、決勝戦へ進むことにおいても大きな一勝になると思います。ここを確実に取っていきたいところでありますよね。決勝は BO5 ですね。さあ、パープルサイドダークパッセージ非常に悩んで、時間を使っていますね。代表のチームです。かなり悩んでますね。かなり悩んでます。タイムが切れそうですよ。おっ、えっ、これは、あっとヘッドセットを外したということは、意図したピックではないということですよね。ペナルティーがかなり、これプレッシャーかかってますか、トルコ代表。現地のダックパッセージ、かなりプレッシャーを受けてるなという感じがしますね。これは審判がどうしますか。そのままロックしそうです。そのまま続きそうですか。続きそうですね。これ一応でもアナリストデスクの方に戻りましたね。止まりました。これは明らかにドラフトのところミスを犯したということだと思いますから、何らかのペナルティがダークパッセージ側に発生することになると思いますが、いや、これはかなりですね、ギリギリまでドラフトピックできませんでしたね。最後の最後で多分意図したピック、多分ワービックだと思いますが、意図したピックではなかったと思うんです。ですからヘッドセットを外して審判に申し上げた、申告したということだと思うんですが、そうした場合明らかにダークパッセージ側のミスで、ドラフトミスったわけです。さらにファーストピック見ましたよね、はい、ですから結構大きなそういったペナルティが発生する可能性が高いと思いますが、どう現地の審判団が判断するか。バン枠の減少という部分だけになるでしょうかね、それだけになるとは思いますが、バン枠の数ですよね、気になるのは。1つ減らされるのか2つなのか、それとも全てなのかといったところ。ただなかなか
見ないですよね。例えばそのクライアントのエラーでピックができなくて、審判に申告するということはありました。はい、ありましたね。明らかに今のは悩みに悩んだ末どうしようもなくなって、ピックできないのを防ぐために強引にワービックをピックしたというような形でした。かなりプレッシャーを受けている様子を伺いましたからね。まあ、ダークパッセージ本国で行われている、さらには期待されていたにもかかわらず1日目では1勝2敗ということで下位グループに沈んでしまったといったところで、そして初戦相手にブルーサイドを取られている、そしてダークホースのダーク、デトネーションフォーカスミーが相手というところでかなり大きなプレッシャーを受けているということが予想されますから、まあ、こういったことになるのは、ね、仕方がないのかなという感じもしますがね。さあこうなもしですよ、バン枠が一つであれば一つでも削ることができればライズ・カリスタ・シェンのどれかが開きますよね。開きますよね。2つの場合だとさらにってことですよね、はい、さあちょっとこのあたり審判、現地の審判の方がどういった判断を下すのか、ちょっとこのちょっとメンタルかなりやられてますか、トルコ代表の選手もかなり厳しいことになってるのかなという感じはしますね、はい、これで例えば最後にバンをしたシェーンが空いたとすれば、ユタポン選手昨日のプレーでは素晴らしいテレポートボットレーンの反応を見せてましたよね。ですからテレポートとそしてシェーンのウルトといったところでグローバルのスキルが2つ手に入るわけです。相手に対するマップ全体のプレッシャーといったのが飛躍的に高まります。これでシェーンが取れると非常に大きいと思います。もしくはカリスタが空いたとしてもロキニア選手が素晴らしいプレーをするでしょうし、ライズは昨日のユタポン選手のプレーもありますからね。まあバン枠の減少はそれはそのままデトネーションフォーカスミーにとって大きな利益になることが予想されますからね。この試合かなり大きなアドバンテージを持った状態で臨めるかもしれないですね。まあ、どういったこの後の、試合の開始の仕方がもしかしたらルールが適用されない、ルールではなく、ペナルティが適用されない可能性もありますね。ちょっとどうなるかわからないです。ちょっとどうなるかわからないですね。今まだ連絡が入ってないのでどういう風になるのかも少しわからない展開になってますが、バン枠はどうやら減ってないですね。減ってないですね。そのままリスタートですか、ね、おー、なるほど。そうですか、まあ、次の試合からバン枠ペナルティが発生するかもしれないですが、なるほど。さあまあ始まったということですからね、まあ、現地の報告が来るまで、見ましょうか。そうですね、はい、さあエリースロックからのブラウム、ということになりそうですね。さあブラウムですね。これに対してレデンションフォーカスミがどういった対応するかですね。これは基本的にやはりそのコグマウとブラウムの組み合わせを嫌がった可能性はありますよね。コグマウのロングレンジのオートアタックの射程とブラウムのパッシブの相性非常にいいですし、さらにはコグマウを守る能力ブラウムは長けてますよね。相手のバーストをシールで防ぐこともできますし、ウルトによる分断ディセンゲージといったところも可能です。回答の能力も非常に高いですから、それを考えるとコグマウとブラウムを組み合わさせたくなかった。さらにはエリスとブラウムという組み合わせ、CC のダメージであったり、そういったところ単体のダメージが豊富、単体の CC も豊富といったところで相性も多いといったところで組み合ったのかなという感じがしますね。なるほど。さあそしてやはりアストロール選手グラガス来ますね。来ますね。昨日すべてのピックがグラガスですか。唯一 1試合結構がありましたかね。なかったような気もしますが、なかったと。ああなるほど。先ほどのどうやら、ピックができなかった部分に関してですけども、 PC のトラブル、クライアントロックでチャンピオンがピックできなかったと。あ、なるほど。プレッシャーから選択が遅れたのではなくて、反応しなかった、クリックしても反応しなかったということでピックができなかったということですかね。今そういう、連絡が来ましたね。さあグラガスとジャンナですか。
これ明らかに小熊を守るためのピックですね。グラガスのウルトによるディスエンゲージ、ジャンナのウルのディスエンゲージといったところ、小熊を守る能力の武田チャンピオンをピックしています。それはブラムとエジスといったところ単体のダメージが豊富なチャンピオンが常に2体ピックされているといったところで、まあ、ディスエンゲージのチャンピオンを選んだのかなと。そして魔王界と後期どちらも、まあ、特に魔王界ですが敵のバックラインに入っていく能力非常に高いですから、ダックパーセージとしてはこの小熊を狙った構成をしているのかなという感じがしますね。さあ小熊を狙いたい構成に対してギャングプランクちょっと見せたいというかやりたいんでしょうね。昨日の試合すべてギャングプランクがバーンされていましたからね、はい、これでもロックするんじゃないですか。僕なんかそんな気がしますけど、ミッドで GP 本当にあるんじゃないですか。面白いですけどね、ランブラマジックダメージですし、コグマはマジックダメージとブルーダメージミックスしたダメージの出方します。となるとミッドに AD を置いても十分機能すると思いますが、はい、ロック来た、やはり来た。これはトップに置くかミッドに置くかですが、多分ミッドだと思います。僕の予想だとランブルオさんはロックインしそうですか。いやでも本当に今回の IWC フォーカスミ、デトネーションフォーカスミは強気なピックというか自由なピックというか面白いですね。これは GP のゾーニング能力とランブルのゾーニング能力を生かそうといったところが狙いあると思いますね。どちらもウルトによるスローフィールドといったところで小熊へ飛び込んでくる相手のゾーニング回答といったところに大きく役立ちますし、やはりダメージのバランスが非常にいいですよね。トップがマジックダメージ、ミッドが AD ダメージ、そしてボットがミックスダメージといったところで、おそしてバルスですか。ラストピックはバルスですね。ポークコンプにしましたか、ダークパッセージサイド。考え方としてはデトネーションフォーカスミーの構成の重心がかなり後ろに寄っているといったところで、はい、ポーク で、であれば相手からこう仕掛けられることがないといったところで、ポークで敵のヘルスを削っていこうといったところがダークパスに狙いになっていると思いますが、さあセロス選手ギャングプランクをピックしてこの表情というのもまたすごいですね。冷静というかもう少しこう見せてやったぞ感はちょっと出してもいいような気もしますけれどもさあ構成で揃いました。どう見ますか。デトネーションフォーカスミーはやはり攻撃を中心とした攻撃を守る構成になっていると思います。その中でグラガスとジャンナが果たす役割は非常に大きいですよね。ウルトによるディスエンゲージで、あ、コグマウですね、あ、コグマウですね、申し訳ない、コグマウを守る構成で、コグマウを守るための攻撃や、グラガスやジャンナがいるといったところ、さらにはランブルと GP が回答するためのツールを持っています。さらにはダメージも出るといったところで敵のヘルスを削りながらコグマウを守ることができるようになっていると思います。ですから若干重心が後ろ気味ですが非常にバランスの整った構成になっていると思いますね。一方ダークパッセージはポークコンプ、ですね。それはデトネーションフォーカスミーがかなり重心が後ろの構成になっているといったところで飛び込まれる心配がないといったところで、ポークを使って敵のヘルスを削っていこうという狙いになっていると思いますね。倒しに行くというよりもポークでヘルスを削って、タワーの有利を取っていこうといったところが狙いになっていると思いますね。有利不利という部分に関してレボルさんこの試合どう見ますかね。ギャングプランクがどう働くかがちょっと予想が難しいのですが、やはりこう構成の重心が後ろ気味であるときにポークコンプというのはかなり刺さりますので、そのポークが生きる可能性が非常に高いといったところでダークパッセージの方が若干の有利はあるのかなという感じはします。ただしランブルや GP といった強力な AOE のスローフィールドを持っているチャンピオンがいますので、この2人がしっかりと相手のポークチャンピオンを咎めることができれば十分に戦えるポテンシャルを持っていると思いますね。あと面白いのが実はこのギャングプランクやっぱり出てきたんで喋りますけども、デイワンバーンかなりされてましたよね。全ての試合で確かギャングプランクがバーンされてますね、デトネーションフォーカスミーに対して。ということは全てのチームがデトネーションフォーカスミーのギャングプランクはまずいということでターゲットをバーンをしていたチャンピオンをデイ2が空いたので取ったという形ですよね。よほど自信がある、そしてまあ結果を出しているということだと思いますね。かなり注目されている。そして、ま、バン枠がもうないという足りないというべきでしょうね。今回ダイアナも空いてますしグラガスも空いてましたしね。となると相手からすると一体何をバーンすればいいんだというような状況になっていると言えると思いますね。さあ始まりました IWC2015 Day 2第1試合、日本代表デトネーションフォーカスミー VS トルコ代表のダークパッセージの試合見ていきましょう。
さあこのミッドレーン GP vs バルス見たことないですね見たことないですねですからマッチアップ的にどちらが有利不利かというのはちょっと難しいですが射程がやはりバルスの方が非常に長いのでいかにその GP が W の比率回復があるとはいえちょっと厳しいのかなという感じはしますね。ウェーブクリアもバルスの方が早いでしょうしね、やはりある程度の AD の状況がないと、タル一つで、全ての最低限、後衛のミニオン全てを一発で、倒すといったところが難しいと思いますから。あ、ポーションこれ1個買い足しますか、リコールして。それに対してセロス選手も今リコールしてポーション買い足しましたね、はい、マナポーションを1つ買い足しましたかね。お互いにフラスコスタートだということを確認して即座にリコールしてそれに合わせてリコールするというお互い分かってますよというような互いにスキルショット、スキルを回してどこれはダークパッセージワードはないタイミングで入っていきますか。ただこの動きははい、コグマとジャンナがダブルゴレムやっていた時に、それを阻害するための動きであって、まあ、先ほどのところ3人ダブルゴレムのところにいましたから特に問題はなかったでしょうが、ただグラガスのスタート位置がバレてしまったといったところは一つネックになるかもしれないですね。ボットサイドスタート、これがどう影響するんですかね。ジャングラのガンクのルートが予測しやすくなったといったところでガンクはちょっと決まりにくくなったのかなという予測が立ちますよね。ですからちょっとした工夫がアスタロス選手には求められてくると思いますね。さあその工夫アスタロス選手にしているのか、ただアスタロス選手が昨日はカウンターバンクがかなり全て機能していましたね、はい、刺さっていましたからね。さあそしてボットレーンなんですけど序盤の 1V、レベル1でのロケニア選手のコグマがフリーズレーンをするようなミニオンの受け方をしてましたから、まあ、そこまでシエサを離されないでしょうし、まだやはりどうしても、W のレベルが上がらないと攻撃に対してコグマはレーン勝てないのでまだ序盤はきついですがある程度そうですね、だいたいレベルを過ぎたあたりからコグマが本領を発揮してレーンをドミニートしていくというような形になると思いますね。さらにはサポートのマッチアップ的にもジャンナとブラームではジャンナの方がブラームに対して有利取りやすいですから序盤を耐えて、レベル5あたりから全然サポーカスミとしてはボットレーン有利取れていくというような形になると思いますね。ジャンナはなんでこうブラームに対して有利が取りやすいんですか。ブラームとしてはこう積極的にパッシブを発動させて、ダメージトレードをしていきたいんですがジャンナは、まあ、シールドや Q の台風でディセンゲリアできるんですね瞬間的に。ですからブラウンとしては積極的なダメージのトレードを仕掛けに行くことができないと、さらに、まあ、ウルトを持ったとしてもジャンナのウルトによってディセンゲリされてしまうといったところで、ブラウンの得意な動きが封じられてしまうといったところでジャンナの方が有利が取りやすいのかなという感じがしますね、はい、さあそしてやはりグラガスの位置が分かっているからということで、これダークパスエイサイドかなり強気にボットレーン仕掛けていってますね。コグマのフラッシュが落ちたといったところでちょっと厳しくなりましたね。さあエリースが一度ボットレーンに行った動きからもう一度ぐるりと回ってこうミッドレーンへレースが湧いているのをカーブミッドレーンに置いてカウントジャンク回避。アスタロール選手はレースには行かずゴーレムへ。面白いのはセロス選手 CS 勝ってますね。レンジ VS メレーですよね。はい、なかなか難しいのか難しいレーニングになるのかなと思ったんですが、おっとまたボットレーン。あ、そしてアスタロール選手はボットレーンへ待機、そしてエリスが確認できました。入ってくる、そしてグラガスがいる、アスタロール選手がいる。さあ後期のフラッシュはダウンした、そしてコークーン当たっているのはアスタロール選手の壁のような形ですね。さあこれで AD キャリー互いにフラッシュダウン、あヒールまで呼吸は切ってますか。そしてエグゾーストは互いに切ってますからサマナースペル一つ有利になりましたかね。なったと言えると思いますね。ただアスタロール選手がフラッシュを使って観光したのでジャンクラのサマナースペルといったところではイーブンではないのかな。あーなるほど、確かにダークパッセージのジャングラーの選手の方はフラッシュを切ってませんね。
さあちなみにトップレーン触れてなかったんですがランブル VS マオカイ、やはりマジックリジストが上がりづらいといったところでマオカイの方がレーニングが厳しいことになると思います。ランブルの方が有利は取りやすいと思いますが、ただマオカイはウェブクリアが非常に速いですし、パッシブによるヒールといったところもある、撮影もあるので、そう大きな有利を作りづらいのかなという感じはしますね。基本的にランブルがハラスしていって、ウェーブのコントロールは取ると思いますが、マオカイによるウェーブクリアによって有利を取りきれないというようなレーンの展開になると思いますね。さあここで現在6分が過ぎました。レーン状況的には少し不利な状況は続いてますが、デトネーションフォーカスミ、このロケニア選手、一つ注目、レーンでしっかりファームをすることが重要と。そうなると思いますね。またしてもアストロ選手、相手のエリスの動きを読んだかのごとくカウンターしましたね。これもまたぶつかることによってトップへのガングロックが崩しましたね。まあ、今回は動いてもいいですからね。ジャングル内で立ち止まる必要はないですから、ね、全くないですね。さあ仕掛けていった、これはいいダメージ入りましたね。ヒールをダウンしましたか。さあここもいる、あーっと、ただアスタロ選手行かない警戒。いや、このアスタロール選手の読みというんですかね、読みだと思いますね。かなり優れていますね。ボットレーンちょっと CS を開いているのが気になりましたね。 14CS は約250ゴールドから300ゴールドぐらいの差が瞬間的には開いていましたが、あ、 9CS 差で抑えてますか。はい、何 CS で1キル分になる。だいたい 17CS が300ゴールド分と言われてますね。まあ、ミニオンによってこうお金取得できる金額も一応違いますけど、だいたい17前後と。そうですね、そう言われてますね。さあここまでまず、序盤8分過ぎましたけれども、どう見ますか。でとりあえず、まあ、ボットレーンがちょっと厳しい状況ではありますが、デトネーションフォーカスミとしては、まあ、悪くない立ち上がりになっていると思います。一方ダークパーセージとしては、まあ、かなり仕掛けているにもかかわらず抑えられているのかなという形になってますね。ただここから後期はパースパイクを迎えますし、ダークパーセージとしてはここから、まあ、まだまだ積極的に圧力をかけていきたいのかなという感じがしますね。さあその圧力を作っていくのはジャングラーのこちらのプレイヤーですね。エリースの使うプレイヤーの方。さあアスタロール選手も動いてはいますが、他の展開は注目ところ。さあトップレーンではやはり 5.15 だとグローリーが、ナーフされていないということで、カタリストを購入してますね。これでマオカイがカタリストを買ったことによって、マオカイが自身持つパッシブとそのカタリストのパッシブを合わせてサステンが非常に高くなりましたからね。これここでマオカイを倒すのはなかなか難しいようなレーンの展開になってしまいますね。ですからここからレーンの軌道を狙うのではなく、まあ、主導権を握りながらいかに相手より早く、テレポートを使って他のレーンに圧力をかけていくのかといったところが重要になっていると思いますね。あと 5.15 だと AP アイテム変更入ってますよね。入ってますよね。ですからその AP アイテムの変更もあってランブルのダメージは非常にすごいことになるんですよね。仮面ではなく上位仮面でしたか、はい、かなり AP 30も確か上昇しましたから、さらにはリレーズクリスタルセプターのスローの当たり方といったところも変わりましたからね。それを考えると 5.15 だとランブルは結構強いチャンピオンなのかなという感じがしますね。ああ、そしてグローバルゴールドなんと盛り返してますが、これはギャングクラックによるこのタルファームですかね。そうですね、この Q で CS 取った時、まあ、タルに対して Q を当てた時に追加のゴールドが入りますから、その分とさらにはトップのランブルがユータボン選手が 12CS 勝ってるといったところが影響しているかもしれないですね。さあそしてゲンフランクは取りに通すけどですね、さあボットレーン近くからダークパッセージルフトを使ってます。ここにテレポートが入っている。ファズト選手のライフがかなり危ないが、テレポートは止められたような形ですね。さあエグゾーストブラッシュインから入ってますが、ここはファズト選手ウルトを切る、ディスエンゲージ、そして回復を、ヘルス交換は有利を取りましたか。デトネーションフォーカスミ、ただダークパッセージサイドのエリスがボットサイドにかなり寄ってますので、
ここから一つ気をつけたいところですね。バルスも寄ってますね。さあ寄りました。あ、映ってますね。さあとダイブは狙ってはいますが避けることに成功。さあこれによりボットレーンを早めに仕掛けてとにかく割ろうといったような動きがファステージサイド、かなり積極的にボットレーンから動かそうとしてますね。このコーピーのパースパイクを生かして圧力をかけようということだと思いますが、さあもうオリに、来てますね。それに対して、トップサイドをオリに行くような、これどう見ますか。この交換でいうとダークパッセージの方がうまくいってるのかなという感じはしますね。これによってコグマウの CS 奪ってマスターにはボッタファウスターを取っているといったところ、このままドラゴン前につなげるとなるとジェネレーションフォーカスにしてちょっと辛いのかなという感じですね。トレードのところで負けてしまったというですね。さあ一気にゲームを支配していくのはダークパッセージになりそうですね。ドラゴンをこのままとスマイトを少し見せましたがゲットしたのはダークパッセージ。さあワンタワーとワンドラゴンというような形になってますが、ただしトップの魔王壁の CS も落としているということを考えると、まあ、悪くはないんですが、やはりこのファーストタワーとボタンファースターとドラゴンを取られたことが気になりますよね。さてここから考えられるとすればダークパッセージとしてはボットのファーストタワーとドラゴンを取ったといったところで攻撃をローテーションしてトップに送ってくる可能性もありますが、まだ送りませんか。そういう判断しないようですね。いわゆる AD キャリアをトップに送ってトップのタワーを折るようなそういう動きをしてくるかなと思っているんですが、そういうこともしませんでした。もしくはまあ3つのファースターを狙ってくるのかなと、ちょっとそれは強引ではありますが、いずれかの選択をすると思ったんですが、まずはボットをプッシュしてボットの視界を取っていってといったところを狙っているかもしれないですね。さあそしてすごいのがこのソロレーンですよね。ユタポン選手 20CS 差ですか。先ほどのアスタロー選手のゾーニングといったところも相まって、CS の差を作りましたね。さあボットはフリーになりましたがミッド、そしてトップはミッドはトップ、トップはジャンプマン有利な状況。あれぐらいダメージ出るものなんですか。出ますね。あの樽のダメージ、樽で与えたダメージはアーマーを 60% 無視するといったところがあるのでオートアタックよりも強力なんですよね。さらには9のダメージがそのまま乗るといったところで、この 5.15 での GP のダメージといったところがかなり高いと言えると思いますね。さあそしてミッドレーンに、来ました、ね、あウルトも来ましたか。GP の一つ強みでありますよね。こういったところ強引な相手の CG をウルトによってかわすことができるといったところは一つ、彼が持つ強みだと思いますね。さあただダークパッセージはそれでも、攻めますね。さあタワー降りた、おユタポン選手まで降りてきますか。これは絶対に割らせたくないというそういうことだと思いますね。ミッドのファーストタワーが一つ生命線だという判断をしているんですよね。ここまでやるのはちょっと今までこうあまり見ない、なかなかなかったですね。部分でしたけれども、さあミッドのファーストタワーは絶対に折らせたくない、そして絶対に降りたいというメロ選手トリニティフォースなんですね。ギャンプランクってこの後どういったビルドに進むんですかね。どうなんでしょう、インフィニティエッジに行くのが以前はよく見られましたが、リメイクされてから、そして特にミッドレーナーとしてピックしたときにどういうビルドが最適なのかちょっとまだわからないですが、まあ、考えられるとしたらインフィニティエッジか、もしくはブルータライザーからのヨームズゴーストブレードなのかなという感じがしますけどね。さあタル当てようとしてますが、なかなかこのチャンピオン難しいチャンピオンですからね。いやダークパッセージは強気に強気に前に来ますね。どん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 削りに、ミッドタワーを削りにかかっているのはダークパッセージ。かなり圧力を与えてきますね。ボットのビッグウェブも作ってますから、ね、ダークパッセージがマップのコントロール、レーンのコントロールを握っていくと見るように状況になっていると思いますね。さあ
当たろうかというところで、あ、ただこれをうまくバルスのウルト、そしてカズダ選手フラッシュで避けるウルト、そしてエクライザーウタポン、フラッシュを攻撃は切りましたが JP 追撃ヒール、イグナイト入ってましたがヒール、さあ裏には入ってきているのは魔王界入ってましたが、ファーストプレー取っていくのはなんとウタポン、 5v5 での集団戦、テレポを切って魔王界裏に入りましたが、さあ3つ目、ただ気になるのがちょっと GP の比率が低いといったところで、そしてまだバルスが残っているといったところで、ウェーブクリアといったところが気になりますが、いやーバルスが痛いですね、かなり痛いですね。さあバルスのフォークによってどん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 川外へ押し出される。さあもう一度仕掛けて、カズダ選手がとにかくタワーにシールドを置いて時間を稼ぐ、今の守りきれたのは非常に大きいと思いますね。これによってファーストブラッドを取ったランブルイタポン選手の有利が生かせるという形だったと思います。もしそこで水のファスターがおられていたら、結果としてはキルを取ったものの良くなかった、悪かったという形になったと思いますからね。そしてさらには今のところでコグマがファームできたというのも好材料だと思いますね。キルを取ったとしてもタワーが取られるとまずい状況になる。そうですね、タワーは特にミッドのタワーは1キルよりも大きな価値を持っていると言えると思います。グローバルゴールドといった点だけでなく、マップのコントロール、ウェブのコントロールといったところまでつながりますからね。1キルをそのままマップのコントロールやウェブのコントロールにつなげるのはなかなか難しいですが、タワーであれば可能といったところで、価値の差が出てきていると言えると思いますね。いやーでもプッシュが非常に速い、そしていいダメージが出ますね。そしてこちらもプッシュは速いですが、ちなみにあのギャングプランクってウルト強化できるんですよね。強化できますね、確か4段階4種類の強化があったと思いますが、おっといいダメージ出ますね。アウト、ウルト当たっていれば危ないシーンでしたが、家族選手ここは少しラッキー。さあイコライザーで道を塞いでいる、いいダメージが入っている。さあ魔王界もう一度裏から来ている、タワー下だぞ、ハルを置いてバックハル、連動はフラッシュで避けた。さあギャングプランクのウルトでゾーニング、ここに魔王界が飛び込んだが、カズダ選手のウルト、そしてアスタロール選手のウルトで実戦ゲージだな、ポークきっちり決めていくのはダークパッセージ、ミッドレーナーのナール選手のキル。いやミッドファスターを睨んだ素晴らしい攻防でしたが、ダークパッセージの方が一つ上回ってましたが、悪くない選択だったと思いますね。今のところミッドファスター降り切れることがベストでしたが、削ることもできてましたしね。ただナル選手の方がやはり素晴らしいものがありましたね。さあこれでセカンドドラゴンになります。ただお互いにこうお互いのチームがやりたいことが見えている展開ですよね。かなりはっきりしていますよね。ダークパッセージはポークから敵のヘルスを削ってオブジェクトの有利を取っていこうというのが狙いになっています。一方でデトネーションフォーカス意味としては、耐えて相手の隙を伺ってファームしながら、そして相手のローテーションのミスをついてゾーニングしながらオブジェクトを取っていこうという形になりますね。さらには集団戦の戦い方では、クラーガストジャーナのディスエンゲージによる、ロケミア選手のダメージに期待しているという形になってますよね。おっとこれウタポン選手のダメージすごいぞ、イコライザー、ガメチョイスを切る、うわ素晴らしいですね。ランブルでソロキル、特にああいったブリンクを持っている相手に対してソロキルするのは非常に難しいんですが、ダメージ計算の正確性、さらにはウルトの非常に難しいウルトの使い方、成功させましたね。今の非常に大きいと思います。今のでトップのファースターを折られる可能性といったところが随分と減りましたし、さらにはこれで後期がいなくなったことによるウェーブクリア、プッシュのところがなくなりました。ですからこういった形でボットレーンプッシュできてますよね。ミッドも耐えることができてます。今のは非常に大きい1キルだったと言えると思いますね。さあこれによってボットレーンを削り切れるか、あ半分削れましたね。無理はしないですね。ミッドレーンからバルスとエリスとブラウムが消えたという情報を生かして下がりましたね。いい判断だと思いますね。じゃあそれをそしてカッター選手のスーさんはミッドレーンへカバーできるような立ち位置、
セロス選手へのリコールやトコスチがカバーする。その通路を塞ぐようにダークパッセージもタワーを殴りに行きたいような、視界の奪い合い、ミッドレーンのファーストタワーを狙う、そのお互いの攻防が続いてますね。これ今のところで、カズト選手がピンカードに移っていた相手のノーマルドナードを無理に倒しに行かなかったことはいい判断だと思いますね。完全にダークパッセージとしてはそこを割に来る、デトネーションフォーカスミのメンバーを狙っているような動き、ピックアップを狙うような動きしてましたからね。今のよく相手の動きを読んで我慢したと言えると思いますね。さあインフィニティエッジですね、セロス選手は。そうですね、まあ、さあこのナル選手のフォークが非常にいい精度を取ってダメージを与えていますね。さあもうそろそろタワーが折れそうか。いや樽を置いて樽を置いて爆破させれば何とかの、いや壊された。さあこれは折れると判断しているがタワーダイブになりましたが、サロ選手のウルトでエンゲージをしたような形で、カズダ選手がウルトを使ってディスエンゲージをしましたが、ダークパスで非常にうまいか。いやローライフで生き残ることに成功。ここからのテレポート、イコライザー悪いサポートに出るのか。さあ魔王界もテレポートを張ったイコライザーでまたいいダメージを出した。フラッシュをダウンした。さあ後期はブリンクは落ちている。そこにギャングプランクのウルトはこれヒール、ロケに合う。やフラッシュがある。 OC が1キル取りましたね。さあ3つのファースター折れると大きいですが、さあそのまま折れるのかファースター。後期のライフ、ローライフ、ローライフ、ローライフだぞ、危ないぞ。いやボボコ、後期もある。ダークパッセージ、やはりこのナル選手のバルスが立ちふざかりますね。やはり捕まえに行くのがデテンションフォーカスミの構成としては難しいですよね。バルスまでちょっと届かないといったところですから、先ほどのようなユタボン選手のウルトやセロ選手のウルトが非常に重要になってくるわけですが、うまくなる選手が避けて、そしてポークを続けてますね。ただこれによってミッドタワーをダークパッセージサイドついに取りましたね。すごい金額これ稼いでいませんか。相当稼いでると思いますね。個人金額少し見たい気もします。インフィニティエッジ多分完成、いや、あ、ユニオブーツの方を優先しましたね。はい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 、 CDR の方を優先しました。これはウェーブクリアのところで Q の回転率といったところが非常に重要になってくるという判断ですね。さあキル的にも、そして取得ゴールド的にもファーム値ですよね。でも少し、いやいい判断ですね。ここ挟みましたよ。挟んでいますね。さあソロル選手、カズダ選手、さあ飛んだら竜巻打ち落とす。スローを当てている。ここに援護が来ましたが、4人で囲んでいる。タワーダイバーとタワーを、ウタポ選手危ない。ローライフですが息残っている。2キルゲットしていくのはデトネーションフォーカスミ。あーっとタワーを今切ってしまいましたか、ロケニア選手。何エリス、いやエリスのダメージが入ったようですね。デフォルトアタックかダブルの雲が入りましたね。ただその間にミッドのファーストタワーをセロ選手が殴っていますから、はい、今の1キラは悪くないですね。むしろタワーを取って2本タワー取ってますから、攻撃も抑えているといったところ、非常に大きい、トレードができているというと思いますね。フラッシュ切ったっていうのは当たらず、あの状態でもうフラッシュ切れる、切らないといけないんですか。相当なそんなにダメージ出るんです。もしくはボットからミッドに寄っているという情報があってやばいと判断したのかもしれないですね。あーなるほど、 GP 単体での判断ではないかもしれないですね。さあ先ほどのトレードでは、1デッド2キル、2タワー、非常に、いいトレードができたと言えると思いますね。トップタワーは、割られてしまいましたので、1タワーもという交換になりますね。ただしこの時間帯非常に強い攻撃を抑え続けているのは大きなポイントだと思いますね。さらにはコグマウが徐々にカムバックしてきてますよね。装備が徐々に追いついていますからね。こちらですの、あ、スナイトと赤バフですか。デフォルトアタックでのこの3つ目のドラゴンは渡したくないですね。ダークパッセージのポークのプレイヤーからすると FS バフがあることで、逃げる能力が非常に高まりますから、何としても得たいですし、デトネーションフォーカスミとしては渡したくないという形になっていると思いますね。さあこのしかしなる選手のポーク、このバルスワード置かないとちょっと避けようがないか。さあ当たりに来たイコライザーをまずは置いて演技するような形、バルスの逃げ道を塞いでいるが、ここはバルスうまくウルトを使ってスネアが反射している。マオカイがさあフロントラインになったが、ユタポン選手が奥に行った。さあヒートゲージを利用しながら燃やしていく、倒しきった。1人で
乗っていきますが、ロケニアートはできるか。いやスタロール乗ると後期もダブルキル持っていってますが、23交換、徐々に、デトネーションフォーカスミーが有利を作っていってます。今のところでドラゴン取れないのはちょっと良くはないですが、ただキルのところで変わっています。キャリー陣どんどんお金が入っていってますよね。レイトゲームに向けて大きなキルが取れたと言えると思いますね。ただここでドラゴンを渡してしまうとちょっと厳しいことになるので、なんとしてもドラゴンの位置を確保していってほしいですね。さあダークパッセージはこうドラゴンの裏にかなりワードが置けてるんですね。一方デテンションフォーカスミーはミッドレーンのところを中心としてますからね、ちょっと視界の差が生まれてしまっているのが気になりますね。やはりこう先ほどからダークパッセージがミッドレーンに圧力をかけていた時間帯での視界のというのもありますし、やはりバルスに届かないことによってバルスにどんどんヘルスを削られてしまって、こうワードを破壊するときは狙われているんですよ。ですからちょっと視界のコントロールを取りに行けないといったところが影響すると思います。今バルスの音落ちましたよ。落ちた瞬間を見てイコライザー、いや綺麗に入って最後はタルユタポン選手、君には何が見えているピックの段階で言いましたよね、バルスに対して届かないからウタポン選手とセロス選手のウルト敵のバックラインのダメージが鍵になってくると、実際その通りのプレーをしてくれましたね。さあドラゴンゲットデトネーションフォーカスミー、すごいダメージでしたね今ウルトだけでヘルス半分吹っ飛びましたね、はい、ランブルのウルトだけで。これはちょっと試合の展開的にも逆転したと言う。おー、コアリータル一発コアリー、さあウルトゲッターいける判断、おーフラッシュダウン、これがギャングプランク、いや非常に、いやこれがセロス、素晴らしいインフィニティエッジが完成した時のダメージがちょっと凄まじいですね。これはチームがこれを多分まあソロ級をスペクテートしたときに見たか、もしくは現地での練習試合のところでやられてしまって、まあ、その記憶が残っていて1日目はバーンしたんでしょうが、1日目であれだけ豊富なチャンピオンプロを見せつけられましたか、はいね、彼らからすると見せつけられたというような感じだと思います。開けざるを得なかった、そしてあえたギャングプランクでこれだけのプレーを見せている、いや素晴らしいですね。さあついに逆転ですね。3本タワーを全てアウターを折り切りましたね。グローバルゴールドも2700ゴールド、デトネーションフォーカスミーが現在有利に立っています。28分30秒という段階、そしてここでタボン選手高アイテム完成しましたね。上位仮面とリアズクリスタルセプターですよ。相手からすると非常に厳しいゾーニングのスキルツールと、はい、さらにはダメージ減といったところ、特にバルスにとって厳しいことになっていると言えると思いますね。ですから早めのイージスといったところがあるとダークパッセージとしては楽になるんですが、なぜかリライに行ってますね。リリースのプレイヤーがちょっとこの判断が響きそうですね。あただオール AD という部分に関してあるので AP を保管するといったいいですねだと思いますが、ただそうなるとですね、やはりランブルトとしてコグマウのポークのダメージ、ランブラポークではないですがウルトのダメージ、マジックダメージですからね、そこはちょっと素通りする形になってますよね、はいはいはい、よりこのキャリー陣2人、ナル選手とゼインノット選手が厳しい状況に立たされていると言えると思いますね。さあもうバロンの視界を確保していこうというデトネーション、フォーカス、タルが怖い、いやかなり怖がってますね。もうタルを壊そうという判断ではなく、タルを避けなければという判断になっていますか。すごいのが GP で3人抑えてましたからね、その間にトップスプリットプッシュしてますよコグマウがギャングプランクってこんなチャンピオンでしたっけ。こんなチャンピオンのようですねなるほど、セロス選手が使うと変わるんですね。そうかもしれませんね。さあトップインのターゲット、さあここにバルス入ってくるロケネ選手避けるのか。さあここはウルトを使ってスミナが反射するところ、いや逆に仕掛けていく GP のウルトで、なんとして浅野選手のウルト、さあバルスが落ちた。ここにユタポン選手とマオカイが共にテレポートで来ますが、イコライズ、そして後ろからセロス、ここにイコライザー、コウキがダウン、キャリーが落ちた。あとはギャングプラックが料理していく。1、2、3、クワドラがありそうだ、ありそうだ、クワドラキルセロス、完璧ですね。ダークパッセージとしてはフォークで敵のヘルスを削ってからペンタですか、今のペンタですか。
ペンタですか。あ、ペンタ、今のペンタですか。ペンタですか。あ、気づきませんでした。ちょっとペンタトルコ語だったので分かります。なるほど、ペンタ、大変失礼いたしました。ペンタですか。あー、やらかしてしまった。ペンタですか。ちょっともう一回見ましょう。いや、ここで反転した浅尾選手、いい判断でしたね。ここでまずナル選手を落としたのが非常に大きかったと思います。あ、おー、こうウルトレ、ウルトレ取ってますね。ウルトレ取ってるんですね。これロケニア選手が取ったと思いましたね。そして後ろからここも小熊、コウキもセロ選手、そしてブラウンもセロ選手、マオカイもセロ選手、そして譲ってペンター。お、大変失礼いたしました。私興奮してクアトラだと思ってました。僕もクアトラだと思ってました、はい、なんか出てるなと思ったんですが、ちょっとトルコ語だったので、あ、クアトラだってこういう文字なのかなと思った。あっと、さあ、そしてキャッチ成功、ドラゴン前、もうイケイケのデートの手法、霞止まらない。セロス選手が今度は 7-0-5、 昨日のユタポン選手みたいな形になってますね。なってますね。この試合でセロス選手が果たした役割は非常に大きいですよ。まずはあれだけミッドレーン18分あたりから22分あたりまで3つのファースターを絶えずダックパッセージとしては圧力をかけていましたが、全く折れませんでしたよね。あれを支えたのはこのセロ選手ですからね。さあ、イコライザーもう無理やり仕掛けているパワーダイブになってます。ここはバルスのウルトでアスタロール選手がダウンした。さあ、そしてそこからのスネアの反射タワーした。さあ、これはナル選手が一気にイケイケ、少し油断したような形ですかね。ジョン・カスミが、うわ、ただユタポ選手リーが1回当たるだけ。あ、ここはついにセロス選手が落ちた。さあ、ダークパッセージワンチャンスがある。さあ、一気に前に出るのはダークパッセージ 4v3、 いや 5v3 の状況か。マーカーは一度下がってますので、テレポートはない。ちょっさあ、ちょっと焦りましたが、焦りましたかね。これはバロンありますよ。浅尾選手があと5秒で湧きますから、さらにはマウがまだエリスがあるというところをなんとか。さあ、バロンやってるのはダークパッセージサイド、マオカイも間に合いそうだ。エタポン選手もローライフですが、ロケニア選手もローライフ。さあ、3人で4人抑える形、右からはマオカイが入ってくる。スワッピングトス、ここはうまくブラウンがシールドによってどうしてもバロンが取りたい。さあ、マオカイがスネアをかけている。エタポン選手を止めるような動き。さあ、がここはロケニア選手無理をしたが、1キルは取りましたが、バロンゲットしたのはダークパッセージ。そしてマオカイが単行してますが、エタポン選手それでも硬い、倒されない、倒されない、このシールド量。さあ、1キルずつ、11交換からのバロンゲット者のダークパッセージサイド、まだ試合展開は分からない状況になります。おっと、これドラゴンの AOE ダメージでユタポン選手危ない。あ、体の向きが大丈夫でしたね。ちょっともったいないこと、あ、インドのセカンドタワーあたりからちょっと無理したのかなという感じはしますが、ただそれでもトップはインビダを追っていますし、グローバルゴールドにも勝っているということを考えるとまだ悪くないのかなという感じがしますね。うまくうまくロケニア選手がスローフィールドを使って次戦撃しきりましたね。ここでバロンへダークパッセージ急いで、なおかつマオカイがしっかりと圧力をかけてきましたよね。今のトップレーナーの動き非常に素晴らしかったと思いますね。ここでようやくブラウムの方がイージスが完成しましたが、エタポン選手の装備かなり揃っていますし、ロケニア選手もしっかりダメージが整う形になっていますということを考えると、バロンの時間帯をうまく耐えることができれば、デテンションフォーカスミットとしてはまた主導権握り返せる展開になっていると思うんですが、ただ問題はフォークコンプのチームがこのバフを、バロンバフを得られているといったところが一つ気がかりでありますよね。こういった形でどうしてもミニオンの処理が遅くなってしまいますから、その間に何度も何度もポークを受けてしまうんですよね。これをいかに、耐え切るかが非常に重要になっていると思います。わお、1191ダメージが出てましたね。耐え切るかではなく逆に仕掛けそうなダメージ出てましたね。かなり高いダメージですね。いやー、ただやはりガーク、タル1回ですよ。イコライザーヒールを切った、後ろからユタポンテレポート、いやー、ユタポンが取った。さあ、そしてバルスも取った、バルスが落ちた。その状況から勝つ、3キル持っていってるのはデトネーションフォーカスミー。ユタポン選手はダウンしてますが、
これは今までギャングブランコそらバーンします、ね、バーンしますよ。そらバーンします。さあミッドタワー、そしてトップのインヒビターがそろそろ湧くのでそれ待ちですよね。あ、湧きましたね。あ、湧きましたね。さあインヒビター2つ目、これは横に樽を置くだけでゾーニングですか。いやこの試合において瀬尾選手本当に素晴らしい働き、いやというよりもデトネーションフォーカスには誰一人として悪いプレーを見せてないですよね。浅尾選手は見事な先ほど判定を見せていたり、ディス演技のところで、そしてカズ選手もディス演技で大きな役割を果たしています。エタポン選手は敵のバックラインを大かなり圧力を与えています。瀬尾選手も同様ですよね。さらには飛び込んできたプレイヤーはロケニア選手が料理するというような形、見事構成の狙い通りの動きは全員果たせていると。あーダークパッセージとしては非常に厳しいチームを相手にしていると言わざるを得ないような形になっていると思いますね。なんでバンするんだではなく、バンしないとやばいんだでしたね、試合内容を見ると。ただバンしないとやばいんだっていうチャンピオンがデトネーションフォーカスに豊富ですよ。どうするんですかね、次の2チーム、次の試合、まあこの試合まだわからないですが、ダウンイコライザー余計入っていく、入っていく。そう、空中にブリンクで逃げますが倒しきる。さあ横から援護が来る。ドアパスに捨てかしアスタロール選手が防いでいる。そしてウルトタル、いやここはロケリア選手倒しきることはできない。ギャングブラックとセロス選手のウルトはうまく届かず、サトゥルダメージも届かないですね、届かないですね。彼らは非常に積極的ですね。はい、今までここまで積極的だったのは少しなかったと思います。昨日もちょっと若干慎重気味だったと思います、はい、ここまでアグレッシブなプレーは見せてなかったと思いますね。このトップとミッドのインヒビターは割れていて、ボットはただ押すだけでいいといった状況で、あれだけこう仕掛けていく必要はあまりはないんですが、ただそれでもすごい、はい、プレッシャーをあまり感じていないようなプレーを見せてくれてますね。となる選手、あ、3人が防衛に回ってますが、やはりロケニー選手がいないとパワーが殴りづらいんですよね。そうですね。さああとは非常に、ウェーブクリアの得意なバルスがいるということ。でもダークパッセージのこのミッドレーナーのこのナル選手非常にうまいですね。そうです、この方、まあ、昨日はダイアナのようなアグレッシブなチャンピオンを使っていましたが、本来はこういったポークのようなポークタイプのチャンピオンが得意としたプレイヤーだったり、はいはい、トルコの大会を見ていたときは思いました。それが本来の姿がこの試合見れているなという感じはしますね。さあダークパッセージもそれぞれ待っていませんね。金額がそこまで離れてないんですよね、実はグローバルゴールド。そうですね、バロンバフを得られたといったところもあって、差を大きく開いてませんが、ただ装備の進め方といったところがやはり気がかり、はいはい、あ、やはりソラリー買いましたね。買いましたね。ただ少し遅い、ちょっと遅いですね。ここでダーネット、残りはサードタワー、ボットインヒッター前タワーが1本、そしてネクサス前のタワーが2本となります。ここはちょっと落ち着いて、まあ、プッシュなり、の判断をしてほしいところでありますよね。かなり有利な状況であるのは確実なわけですから、まあ、有利な状況をしっかりと生かしていきたいというところだと思います。あとドラゴンがあと10秒ですけど、ね、ドラゴン選手もブルーバフはロケニア選手がどうやら持つようですね。フォークできる AD キャリーですかね、マナの回転率が非常に重要になってますね。でドラゴンのコントロール逆転しましたね。3つ目のディフェンスバフをやらせるのはコグマにとって、GP にとって、ランブルにとって非常に大きいと言うと思いますね。さあ3つ目のドラゴンをゲットしました。ディフェンスを発見、そしてバロンが湧きます。今バロンが湧きました。さあピンクワードは大量に置いているダークパスミー、まだインヒビターが上がってはいないんですが寄ってはいますね。スカットラーを立ってから、さあスタートするのか、ピンクワード一度置いて待ちますか。ランブルがボットをプッシュしていますから、それを考えると相手を待ちそうな感じがしますがね。ただしマオカイボットサイドに、あ、行きますね、コール入りました。
すがに行かないとまずいでしょうからね。あったらイタパン選手までリコール。ホームガードを買っていますから、はい、リコールしてないですね。リコールしたフリですかあれ。さあそしてバロン回転で選手のフォーカスに取りに行こうとしましたが早い、もう終わった。さあマロンゲットテレポート裏に来てましたが、ここはフラッシュを切って逃げましたね。いやイコライザーとタルの位置がパーフェクトすぎて怖いですね。今の当たっていれば倒されていましたね一瞬でしたよね。一瞬で溶けていたと思いますね。さあナル選手やはり判断非常に早いですね。もうさっきのでフラッシュしてなければバルスがダウンということで、ウェーブクリアの要素が一つ消えて、いたと思います。ポークの要素も消えていたということから、まあ、確実に、ネクサスタワーまで届いていたというような形になっていたと思いますが、あそこ逃げていた判断アナル選手非常に素晴らしかったと思いますね。さあそしてセロス選手のラストアイテムティアマトということでハイドラですかね、これはということになりそうですね。かなり攻撃的なアイテムですね。例えばそうですね、まあ、これだけ勝っている状況、そして GP が非常に怖い存在になっているということを考えると、ガーディアンエンジェルとかでもいいのかなという感じがしますが、よりオフェンシブに行きますね。樽のダメージをどれだけ上げるかということなんですかね。かもしれないですね。まあ、確かに防護を詰めもデフォルトアタックをしに行くよりもこのスキルショットの方が怖いという。いやな、すごい連鎖しますよ。今 4個来ましたかね。さあインヒビターの攻防、このナル選手のバルスの動きに、注目ですよ。さあイコライザーイタコ選手仕掛けていく、かなり GP 乗ると、こんなにライフが削れるんですか。ビッグダメージいきなり6割持っていった。そのままゾーニングしてインヒビターゲット、無理やりインヒビターを取りに行くのはデトネーションフォーカスビーさあバルスは一度泉に帰ってエルゾを回復してホームガードで帰ってきたが、その頃にはインヒビターが2個狙われている状況か。さあただバルスのウルトスネアがいい形に反射してますが、カズタ選手のウルトで実践エンゲージフラッシュを使って逃げ切る、デッドはしない。いやここはただナール選手が決めていく、ロケニア選手がダウン、一気にダークパッセージキャリーを1人落としたということで前に出る、2キルゲットしたのはダークパッセージですが、2インヒビターゲットしたのはデトネーションフォーカスミー。43分の段階ですから、ここでの2レッドちょっと怖いですね。さらにはランブルとロケニア選手、タボン選手とロケニア選手が落ちたというのはかなり怖いですが、ただスーパーミニオンのプッシュがありますから、ちょっとアークパーセージとしても攻めてといったところ難しいかもしれないですね。バロンもないですし、ロケニアもないですからね。ここでロケニア選手がずっとフリーだったんですが、アスカル選手のウルトで真岡の近くに呼んでしまったんですよね。あー、なるほど。ちょっとここがこの試合で唯一のミスなのかもしれないですね。ちょっと痛いミスだったかなという感じがしますね。スネの距離に入れてしまったと。あそこで放つような形を作れれば、持ったら仕掛けてるんですか。仕掛けてる、何が起こっているのかちょっと現状が分かりませんが、 3V5 ですね。 3V5、 まだユタポン選手とロケニア選手はダウンしている状態ですが、このセロス選手のグラウンドプランクによって 1V5 を、いや 3V5 を可能にしている。そんなことがありえるんですか。そこまでのポテンシャルがあると、いやちょっと首をかしげるようなレベルでギャングプランクが強いですね。人数差をひっくり返すほどのチャンピオンであるという認識は僕はなかったですね。育った時のライズがそういう感じではありましたが、コメントでもありましたが GP vs DP ですね現状のコメントでいいコメントだなと思って今ギャングプランク VS ダークパッセージ、ダークパッセージ。ちなみにあのギャングプランクの防具積まない理由の一つとして、あのダブルのオレンジを食べるスキル、いわゆるクラウドコントロールを解除するスキルっていうのがあるんです。一応ありますが、ただそれでもやはりこう、ちなみにあれがベースヘルスに依存するようになったんですよね。やはり柔らかいといったところ、さらには落ちた時の今回の試合における GP の影響力ってかなり大きいですから、そう考えるとダメージは十分なのかなと。むしろまあそういったサステインのところ、生存能力といったところを伸ばした方が僕はいいのかなと思ったんですが、ただまあこの装備で
あれだけのプレーを見せてくれてますからね。例えばスピリットビサージとか、ね、そうですね。ただ今回の場合はマジックダメージちょっとかけて相手いるので、アーマーも上がる、ガーディアンエンジェルのかな。あ、なるほど。ただそれでもさあロングゲームになりましたね。46分というところになりそうです。ロングゲームになった場合はやはりこのロケニア選手の扱うコブマウがかなり壊れそうになるでしょうね。さらにはセロ選手が扱う GP、タルのダメージアーマーを 60% 無効化するので、アーマーアイテム強力なんですが、この GP にとっては、まあ、タルのダメージでさえ入ればといったところなので、あまり問題ではないような感じがしますかね。レイトゲームも非常に強いチャンピオンだと言えると思いますね。タルを連打式に置いて起爆するぞというプレッシャー。さあもう一度でしょうか。かなり強気な攻めをしてましたが、ここで一旦冷静になっていますね。わお、すごい形で樽を置いてゾーニングしてバンシーをまず剥がしましたか。なければというシーンでしたね今。そうでしたね。さらにこの間ミッドとトップスーパービームで押されてますからね。ダッカー選手としてはちょっと辛いですよね。ホットからリコールします。少しデトネーションオーカスミサイドとしても攻める部分で決め手がないような、いやダークパッセージがそれともうまく守っているような、そういう形になっていると思いますね。ゲーム展開になってますね。次のバロンを取ってといったところでしょうね。まあ、両チーム取って次のバロンは大きなポイントになるでしょうね。さあ今日はエルジェル2015、あエルジェルじゃないですね、大変失礼しました。 IWC 2015の第デイツの第1試合目をお送りしています。ここを勝てば3勝目。ダークパッセージとしてはここはかなり負けられない、さあバロンが沸きました。このバロンで決まりそうですか。決まると思いますね。あ、スタートしましたね。さあスタートしている。どちらのチームがこちらがエリスの中に入ってきた。ゾッと取ったのはダークパッセージからのワンチャンスがありそうだ。ナルが完全にフリーだ。そして魔王界とブラームがタンクしきった。さあセロス選手は生き残ってますが、ウルトルうまくゾーニングしている。 3-1 交換、ダークパッセージワンチャンスをつかみそうだ。残ってるのはセロス選手とユタポン選手。コグマが早々に落ちたのが本当に痛かったですね。さあここからバロンバフがある。ダークパッセージ、あー前に出て強気に行く。あーここでついに捉えたのはダークパッセージサイド。ここを守れるかどうか非常に重要になってきますね。行きますかね。行きそうですね。ウルトはまだ上がっていません。さあ1本目ありそうだが、2人で守りきれるのか。さあ後期がフリー、後期がフリー、バンシーが復活した。ユタポン選手がそしてコクーンから狙われて一気に倒そうという動き。さあタワーが折れた、ネクサスタワーが折れた、殴りに行ったがダークパッセージ逆転で勝利したのはダークパッセージになりました。惜しかったですね。いやー日本代表デトネーションおかすみ惜しかった。非常に惜しかったですね。途中まで非常にいい試合の展開、最後のミスだけでしたね。ただ一つここでいいポイントと言えるのは、はい、セロス選手が GP を見せたことによるやはりドラフトフェーズの、まあ、次の試合での圧力といったところがありますから、まあ、この試合は負けはしたものの次の試合につながるような試合だったと言えると思います。これを、まあ、途中の中盤以降の判断のミスを修正して次の試合に臨んでいってほしいですね。序盤はこう逆転逆転逆転みたいなゲーム展開でしたけれどもね。さあこれでトルコも2勝になりました。日本代表デトネーションオーカスミも 2勝ですね。次の一戦もどうなるのか、オーセアニアが一つ抜けるのか、第2戦目ですか、東南アジア VS オセアニアですね、バンコクタイタンズ VS チーフス。ここでチーフスが勝つと3勝で一気に抜けるという形になってますけれどもね。さあそれでは第2戦目、第2試合目
準備が整うまでしばらく休憩とさせていただきます。失礼いたします。